はい、ユーデックスです。さあ、今回ね、ちょっとね、新しい企画をね、していきたいと思います。まあ、その企画をね、視聴者さんにぜひね、提案をいただきたいということです。まあ、今ね、目の前に、ね、4つのアロエがあります。でも実は4つなんですけど、品種としてはね、2つです。まず1つが、こちらがね、フォステリーというね、アロエの品種が、ね、2株あります。そしてもう1つが、ブランドレイエンシスというね、品種が2つあります。なので今ね、同じ品種のね、アロエが2株ずつあります。で、何をしていきたいと申しますと、まあね、比較ですね。まあ実験動画みたいな感じで、ぜひね、皆さん視聴者、これね、見ている方々、ね、アロエを育てている方とか、またね、興味を持っている方が最近ね、この品種の育て方を教えてくださいとか、またね、このアロエのなんかね、紹介をしてくださいとか、いろいろなね、コメントをいただけてすごく嬉しいので、ぜひ見ているこの視聴者の皆さんに、ちょっとね、同じ品種でもね、どういった違いが出るのかみたいなところってね、すごく気になる方多いと思います。まあ、例えば、土栽培をシンプルにするとか、または水苔栽培とか、あとはね、何のね、栄養もない水なんですね。なんで、水耕栽培をしたりとか、まあ、それぞれの育て方によって、どんな違いがあるのかっていうのはね、皆さん比較として分かると、皆さんがね、育てているアロエのね、いろいろな栽培のね、何か、なんかヒントにもなるかなと思ったので、ぜひね、皆さん、これせっかくなので、どしどしコメントをいただきたいです。まあ、なので、まあね、赤玉だけで育てるとどうなるのかとか、そういった培養土を混ぜて育てるのと、そういった違いはどうなのかとか、ぜひね、せっかくこのそれぞれ2つね、違いがあるものがあるので、ぜひそういったコメントをしていただけるとすごく嬉しいです。はい、なのでね、まだね、このチャンネル登録していない方、ぜひチャンネル登録をしてね、そしてまたコメントをしていただけると嬉しいです。はい、でまず、このね、アロエ、このね、フォステリーとブランドレインエンシスがあるんですけど、まずどんなアロエかというと、このブランドレインエンシスっていうのがね、今ね、見ていただけると、この、模様がね、すごく強い、アロエです。でも、葉裏はね、実はね、そんなに模様がね、ついていないんですよね。表の表面に比べるとそこまで大きくはないけど、でも、結構ね、同じね、品種なんですけど、やはりね、これね、アロエの面白いところが全くね、同じ模様の付き方ではないんですよね。同じね、その親同士で育ってきたとしても、なんかね、そのアロエってね、その個体のね、それぞれの、強さみたいなのが出るので、そこも面白いところであります。そしてフォステルはというと、ブランドレインエンシスよりかは少し、色合いがちょっと薄い、綺麗な鮮やかな色をしています。で、同じように模様がついていて、ちょっとね、ブランドレインシスよりかは模様がね、ちょっとまだ模様が強いのかなというイメージを持っているアロエです。で、どちらもね、葉の色は赤色をしています。はい。でね、この2つそれぞれ今ね、紹介していただきましたが、今回ね、この企画はですね、ぜひこの視聴者の皆さんにぜひコメントをしていただけるので、その中からね、ちょっとまあ、僕の独断になってしまうんですけど、ちょっと面白そうだな、この実験とか、こういう比較したら面白そうだなっていうのをちょっと選んで、させていただいて、それをね、ちょっと、まあ、動画にして、またね、投稿していきたいなと思っていました。はい。まあ、なのでね、ぜひこれ、コメントをしていただけることにね、成立することなので。まあ、もしね、YouTube だけじゃなくて、僕ね、ユーデックスフランススタイルで、Instagram もやってるので、また TikTok の方もやってるので、ね、ぜひそちらに飛んでいただいて、そちらからの DM でもいいですし、コメントしていただけるとすごく嬉しいです。はい。じゃあ、今回ね、実験、企画、ちょっと面白そうだなと思った方ね、ぜひまだチャンネル登録していない方、チャンネルボタンが、ね、下にあるので、チャンネルボタンよろしくお願いいたします。そしてね、このアロエたちかっこいいなと思った方は、高評価の方お願いいたします。それではね、また次回お会いしましょう。